ティーズデンタルクリニック院長の清水です。当院のコンセプトとしては、患者様それぞれに合った治療法をご提案させていただくところです。患者様によっては治療を何を望まれているなどそれぞれ異なりますので、そういったところをお話しさせていただいた上で一緒に決めていこうというのが当院のコンセプトとなります。歯医者に通っている方々ではなかなか思ったように説明をされていない方など多くいらっしゃると思うんですけれども、当院ではそういったことがないように治療内容の説明に関しては徹底して行っております。治療を行う前には必ず検査、カウンセリングを行い、そして治療はどのように行うか、そして治療した後にどのような形になっているか、そういったことをきちんと一つ一つ説明しながら治療を進めていっております。当院は2021年4月に開業し、滅菌対策や感染症対策に関して力を入れております。その中でも特に患者様のお口の中に入るものに関しては滅菌を徹底しております。日本の歯科医院の中でも 2% ほどしか使っていないヨーロッパ最高基準の滅菌機クラス B のものを使用しております。院内感染のリスクを少しでも下げるように当院では口腔外バキュームの使用も行っております。削った際の切削片や血液、唾液などを吸い取るためにクリーニングや歯の治療を行う際には口腔外バキュームを使用しております。駅から近くてアクセスもよく、ホームページを拝見したところ院内も清潔感があったのと滅菌対策もしっかりされていたので内院しました。当院ではお子様から年齢を重ねたご高齢の方まで幅広く治療を対応させていただいております。駅からも近く1階なので皆さん来やすい場所だと思いますので、もし何か歯でお困りのことなどございましたらば気軽にご来院ください。